こんにちは、アキトです。今日はジョーダン1ズーム死者の日のリリース日ということで、今日もまた渋谷やってきてますけども、ツムさんの支援で来てるんですけど、ツムさん好きそうやであれで、今現在時刻は9時、連日この8時半とか9時に来る、なんなんも早いって。朝ヒス東京さんとワールドオブフライトのゲリラ確認のために来てますけど、現場派芸人が毎日朝9時前にただ店前を確認するためだけに来てますわ。ワールドオブフライト着きましたね。9時過ぎ、やっぱゲリラないわ。あるとしても今日もじゃあ通常オープンの12時からかな。最近ずっとオープンの12時にゲリラするな。時間決めてほしいよな。ゲリラするよって言ってほしい。なんで今まで9時にしてたん。じゃあもうアトモスさんの店頭抽選の10時半まで暇だわ。陰キャはスタバとか入って時間潰すこともできないから、このままうろうろするしかないわ。悲しい。恋人と別れた場所を、思い出の場所を一人でうろうろするやつ、悲しい。今日はもしかしたら光一さんが、最近活発に協力してくれてる光一さんがお仕事の都合がつけば店頭に並ぶらしいんで、もしかしたら銀座店って言ってたかな、アトモスさんも。それは光一さんが狙ってるわけじゃなくて、メンバーシップのミヨシッチさんっていう人がいるんですけど、そのミヨシッチの支援でって言ってたな。すごいけどな、それも。いつも思うけど、人の支援のためだけに仕事の合間を縫って抽選来る、無理だけどな。僕はあくまで動画のためだから来てるけど、その光一さんともしかしたらこの後落ち合うかもしれないので、どっかで道端で寝転んでようかな。てなことで、今時間は10時過ぎぐらい、アトモス渋谷店さんの方にやってきましたけど、この10時過ぎの時間で今一人の方が並ばれてますね。スニーカーズが速乾してるからな、ジョーダン1ズーム死者の日は。今外から中覗いたら、遠目で見ただけだけどめちゃくちゃかっこよかったな。あれめちゃくちゃかっこいいな。あのコーチジャケットの黒も欲しいんだよな。僕は今日第一希望はツムさんの支援ですけど、ミヨシッチもかなり全力で狙いたいらしくて、だから第二希望はミヨシッチサイズで、もしツムさんサイズがなかったら、買えなかったらチャレンジしてみようと思うんですけど、抽選どれぐらい並ぶんだろうな。10時10分ということで、僕も今並びました。僕で3人目ですね。抽選始まりました。僕は3番目です。全部で10人弱ぐらい。次です。お願いします。12番です。ということで、今店頭抽選やってきました。並び全部で15人でしたね。僕3番目に並んでたんですけど、1番2番並んでた方、当たりもそのまま1番2番でした。で、3番の僕だけが13番。なんてやねん、なんてやねん、なんでなん。15人中13番、ツムさんの 28.5 は買えないということで、ちょっと早めに抜けてきて、今11時前なんですけど、これからワールドオブフライト渋谷の方、ゲリラワンチャンかけて向かっていこうと思います。あとアトモスの銀座店に行ってた光一さんなんですけど、光一さんはなんと3番を引いて、三好一分見事買えたそうです。すげえな、ミヨシッチやったやん。メンバーシップでよかったな。光一さんもメンバーシップ、ミヨシッチもメンバーシップ、メンバーシップ同士のつながりでメンバーシップ入っててよかったな。アキトくんのメンバーシップ、アキトくんが優しいから優しい人が集まるな。いやー、これでゲリラあったら最高だけどな。もう並んでんのかな、ワールドオブフライト。今キス東京近くに来たんですけども、20人弱ぐらい並びができてますね。キス東京でもあんのかな。ワールドオブフライトはどうなってんだろう。どうしようかな、どっち並ぼう。でもこの人数はもう今から並んでも 28.5 は無理かな。今キス東京の列に一応並んだんですけど、やっぱり20人ぐらいいますね。店内覗いたら、ジョーダン1ズーム死者の日並んでました。ゲリラあるんや。どうしよう、ワールドオブフライトの方どうしようかな。20人並んでたら 28.5 は無理くさいな。11時になって中入っていきました。
いよいよ次です。あるのかな。奇跡。奇跡すぎんだろ。28.5 があった。しかもゲリラ。やばいな。で、実物見たらめちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこよすぎて自分も欲しくなったんで、これからワールドオブフライト行ってきます。まさか前に20人も並んでてキスで28.5 が買えるなんて、めちゃくちゃ数あったんじゃないかな。ワールドオブフライト着きました。今一人の方だけが店前で並んでますね。列はできてないし、看板は出てない。今11時20分、とりあえず並びたいと思います。とりあえずワールドオブフライト2人目に並ぶことができました。もうすぐで11時半。ゲリラの看板が出るのだとしたら11時半ぐらいにこの前は出たんで、もうすぐでゲリラがあるかどうかわかると思います。このツムサン支援分持って入るのちょっと気まずいんだよな。あー、やっぱりそういう人なのねみたいな、違うんだけど、いや違うよっていう、あーやっぱりそういうことしてる人なのねっていう、違うんだけどなっていう。いやー、でも勢いで自分の分として並んじゃってるけど、買ってられないけどなぁ。高えよ。25,000円って。お疲れ様です。お疲れです。すいません。ありがとうございます。ちょっと待って。あれ？あ、これ前のだっけ？去年のやつです。あ、去年のか。はい、なんだ、もう今年のやつもう早速買って履いてんのかと思った。で、今回はスルーしました。見切ってんなぁ、思って。いやいや、みんなにイケメンイケメン言われて生きってきたのかな思って、調子乗ったのかなと思ってびっくりしちゃった。去年のあ、よかったよかった、純粋でよかった。あ、去年です、すいません。この笑顔純粋でよかった。いやー、ちょっといろいろありましたね。お疲れ様です。ありがとうございます。一旦ちょっと一旦ゆっくりしたいですね。そうですね、ちょっと一回飲み物飲みたいですね。とりあえずね、とりあえず良かったから、はい、はい、まあ、いろいろ、いやちょっとまあイレギュラーではありましたけども、僕が、あ、そうですね。人のこと言えないぐらい病気になって症状出ちゃって、ちょっと、病気が、まあ、感染しちゃったんですかね。あるある、もうそんなの密すぎるから。密すぎるもんな、この動画のコミュニティが。ギュッとしたコミュニティの中で、はい、そうですね。光一さん、自分のは今回買わなかったんですか？あ、今回はもう完全にもう支援で動きました。ただブレーザー実物見ちゃったら、自社のいいのブレーザー、はい、なんかそれが今回一番いいかなと思ったんですけど、うん、まあ、ちょっとね、ここ最近、いいですね、光一さんも感染し咳出てんじゃない？感染が始まってんじゃない？鼻水ズーズー言い出してるぐらいですね、はい、感染。ちょっと我慢しました。あ、我慢したんだ。しました。あ、ちょっと引き始めだから治っちゃったか。そうですね、ちょっと危なかったです。いやもう今後ひどくなるから。あれ、やっぱスニーカーズ買えちゃうんで。ああ、そうかそうか。今日の試写の日のジョーダン1ズームはもう買えないけど、買えないけど、もう他は安定して、ブレーザーはありますもんね。安定して買えるんで。いつでも行けちゃう。いつでも行けちゃいますね。いや、でも僕は分かるんですよ、はい、もう仕事なんで。光一さんすごいっすね。同じメンバーシップのミオシッチの支援で、はい、っていうことで来たんでしょ？あ、そうです、もう今日はそのミオシッチさんのもう支援で朝から。で、今日は別に仕事休みなわけじゃないでしょ？あ、もうやってますね。いや、もうすごいけどな。僕はだから YouTuber だから来てるけど、普通の仕事してて、仕事前とかにの合間とかに支援だけで来るって、いや行かないな僕なら。まあちょっとうまく仕事の調整もできたんで、ちょっと時間ができたんで。いやいや、それにしてもすごい。いや、三好っちー、三好っちー、よかったね、メンバーシップで。もう、ワースト君が紡いでくれた縁で。いやいや、本当に。僕は何もしてないけど、光一さんが優しすぎるだけだけど。いや、すごいですね。買っちゃいましたね。いや、めっちゃと、僕ちょっとすいません。めちゃくちゃ逆光ですわ。顔が真っ黒になっちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、これね、いや、まさか買えるとは思わなかったですね。自分は今日、アトモスの銀座店の。やりましたね。3番で、三好さんの分ですよね、支援で。そうです、支援で。いや、それがすごいんだよな。僕はだから、アトモスの渋谷店に並んでたんですけど、はい、全部で15人、13番引きました。
ワールドオブフライト行こうと思ってる途中でキス東京があったんですけど、そこで並んでて、もう前20人ぐらいいたけど、結局変えたんですよね。28.5 が。いや、すごいっすね。その後、状態確認で僕がつむさんの分見たら、実物見たらめちゃくちゃ良くて欲しくなっちゃって、発症して、急に体調急変して、症状がひどくなっちゃって、ワールドオブフライトのゲリラの方に走って並んでたんですけど、ね、その後、光一さんがその銀座店から渋谷店に着いて、で、キス東京の方を見たら、まだ残ってたっていう。残ってました。一番大きいのが 27.5 だったんですか。7.5 ですね。それでだからお願いしちゃいました。ね、27.5。はい。僕がだからそれで途中でワールドオブフライトを並んでたのを抜けてきたんですけど、はい、11時半ちょっと過ぎまで待ったけど看板出なかったですね。スタッフの方も出てこなくて。並びはあったんですか。あっちも20人弱ぐらいは並んでました。はい、みんなキス東京の袋を持ってましたね。あ、そうなんですよ。だからちょっと今ワールドオブフライトでレギュラーがあったのかなかったのかちょっとまだ確認してないんですけど、いやー買ってもうたー。買っちゃいましたね。クラクラする。病気がクラクラする。ただこれはめちゃくちゃかっこいいっすね。いやーめちゃくちゃかっこええで。これかっこいいっす。マジかっこええわ。すごいな。でも光一さんがキス東京に着いた時でまだあるってすごいですね。11時半ぐらい、ちょっと前ぐらいですよね、多分。だから開店からもう30分はもう経ってる。ねえ。まあ、ミオシッチさんに連絡しました。して、もう開けていただいて、もう全然見てください。ああ、開けていいって。はい。ミオシッチこの野郎。触りまくってくださいって。履いたろか。最初に履いたろか。はい、最初に。じゃあ、ミオシッチさん分のを代表して開けさせていただいて。わー、これね、ボックス。これボックスが、マジで超やばいっすよ。かっこいい。今回のやつかっこいいんすよね。このジョーダン1、ズームで言うと、この前、テアナ・テイラーでしたっけ？ はい、トラビスっぽいやつで出ましたけど、はい、デカスーシのやつ、うん。いや、これはかっこいいっすよね。めちゃくちゃかっこいいっす、これは。お願いします。開けます。はい。ファミリア。ファミリア。ああ、そう、これ入ってた。そうですね。なんすか、これ。これ、説明書みたいな感じですよね。どういう機能があってみたいな。箱がもうね、作り込みがえぐいんですよね。うわー、かっこいい。これはかっこいいんすよ。もう女子受けゼロでしょうけど。いやーでもいや、かっこいいですね。かっこいいですね。これは男の子って感じですもんね。それこそ女子受けゼロのこのドクロのマークの雰囲気を醸し出してるけど、うん、この花が、はい、でも花だっていうのがね。そうなんですよ。あとこの玉についてるなんか中国のやつみたいな、これがついてます。そうですね。いや、ここすごいですね。これベロアですね。ベロアですね。これベロア、うん、高級感がすごい。えぐいですね。これすごいよ。これはこれすごい、よく見るとすごいんですよね。うん、これ全部刺繍なんですもんね。刺繍。プリントじゃないんですよね。うん、レザーに刺繍になってるっていう。超絶かっこいいです、これ。このズームの特徴のこのくり抜かれた刺繍。ここは普通のレザーになってますね。そうですね。このグラデーションにもなってるし、めちゃくちゃかっこいいっすね。ウィングマークはトレードマークの刻印がない、なんか普通すごいオリジナルのジョーダンみたいになってますね。ですね。そうですね。死者の日なんで。これはでも多分骸骨ですよね。これはそうですね。今回は骸骨とかこういうのが入ってるんですね、シリーズで。あ、で、あの人はこのマークの。去年共通してたのはこのマーク、まあ、このマークが全種類に入ってたはずです。これなんすかね、これ。これなんだっけな。なんかメキシコの花、ハイビスカス、あ、違うな、なんだっけな、花だったと思いますね、これ。花をモチーフにした、うん、そうですね。ちっちゃく数種があるけど。ああ、そうですね。いや、でもこれかっこいいですよね。これ。死者の日はとにかくめちゃくちゃ凝ってるんですよね。凝ってます。ダンクもこういう、もう、ここら辺全部刺繍でなってるんですよね。切り替えになってて、うん、そう、めちゃくちゃかっこいいんですよ、あれ。ただこれはちょっとズバ抜けてますね。これはすごいな。多分向かって右向いてる骸骨のイメージですよね、多分。
これもなんかスニーカーの説明です。説明ですね。いやこれは渋いよ。これはかっこいいっすね。いやこのデロワが本当にすごいですね。このワンポイント、横から見てもワンポイントで高級感がすごいもんな。ちょっといやらしいですよね、もうこんなことデロワ使うなんて。これはね、あの六本木にいるやつ、西麻布で飲むやつですね。細いパンツ履いて第3ボタンまで前開けてシャツの。このシュータンのベロアは結構こう柔らかいですけど、こっちの方割としっかりしてないですか。あ、こっち、あれこっち意外とこう硬い。あ、こっち硬いですね。あ、これはなんか個体差か、素材感の個体差かもしれないですね。こっちの履き口だからわざとしっかりさせてるのかと思ったら、こっちは柔らかいですね。あ、個体差なんですね。買い紐多分ないですよね。買い紐はなかったはずです。あ、ないですね。インソールにまたこの骸骨。あ、こっちは違うんですね。あ、ファミリアで寿司だ。うん、違う。しかもここが刺繍で、いやもうゴリゴリで、これもすごいですね。ベロアにレザーで刺繍。遊んでるわ。こいつ遊んでるやつだわ。もうブリンブリンや。これはやばい。なんかジョーダン1のズームのまた派生があるのかな。ここがこう何層かミルフィーユみたいになってるやつあるじゃないですか。わかります？あ、いや、あるんですか？そう、いや、そうなってなくていいなっていう。あ、耐久性とかも心配なんですけどね、ここ2層ぐらいになってるやつがあるんですけど、中はベロアになってないですね。そう、から中は素材が分かれてですね。いや、これ見ちゃうのダメだったな。そうなんですよね、僕がまんまとまんまと言ってますから。この裏、うん、これ画鋲踏んだら一貫の終わりのやつ。終わりのやつ。意外と深くなってはくれてますね。深いですね、うん、これ多分普通の画鋲はいけます。小石ぐらいなら、はい、いけますね。あのよく学校で使う昔ながらのあの金の、金ですね、あれなら大丈夫ぐらい。大丈夫ですね。うん、そもそもグラデーションになってっていうのもずるいですよね。かっこいいし、いや、すげえ。この削れた加工も自然ですよね。うん、これ自然ですね。うん、いや、これ本当どうやってやってんだろうって思うぐらいかなり自然で、うん、すごいですね。ここもちゃんと刺繍であるんだな、柄が。うん、左右で多分柄は一緒なんですよね。あ、一緒ですね。柄はデザインは一緒だけど、うん、この黒い部分が割合的な部分が違いますね。うん、わあ、高一、高ちゃん。こうちゃんもやってる。ピロポンさんもやってた。ケイさんもやるやつ。感染してるやん。生えたらやるやつ。噛み締めるやつ。ダメっすね。かっこいい。自分のじゃないのに。自分じゃない。ニヤニヤして。まあやっぱかっこいい靴はもう何足見てもいいっすからね。正直。もうナンバーあってもいいですからね。ナンバーっていいですからね。こんなもん、本当に。いや、かっこいい。今12時15分ぐらいですね。もう12時15分で、はい、ワールドオブフライトも回転してるけど、うん、でもゲリラの情報が流れてないんで、もしかしたらなかったかもしれないですね。いやいや、似合ってしたな。そうだとすると、いや、すごい、あれ本当ありがとうございます。おいちさんがキスで僕の分も買ってくれなかったら、持って寄って正解でしたね。寄ってくれて、はい、さすがに僕も20人前に並んでて 28.5 が買えるとは思ってなかったですからね。で、多分僕のすぐ後ろぐらいでもう 8.5 はないですってなってたんで、あ、そうです、本当だからギリギリでした、僕で 8.5。 いやー、すごい、ありがとうございます、はい、本当に。いやいや、よかったっす。陽一さん、だからもうみんなでね、インスタフォローしましょう。これはなんか、いいですよ。いいことがあるかどうかは知らんけど、いい感じになると思います。陽一さんのね、インスタ。概要欄にリンクあるんで。メンバーシップ、やっぱメンバーシップやわ。そうですね、まあ、ほんとメンバーシップ。はい、もうこれ入ろう。
アキト君の縁で、うん、いや別にその支援するとかではないけど、今日はたまたまだけどね。そうですね、ほんとたまたまなんだけど、なんか入っとこうみんなでみんなにワイワイ、うんうん、僕ももうメンバーシップとしか撮ってないもん今日が。ギュッとしたコミュニティの中でマスクなしで感染しまくろ。高一さんが今ワールドオブフライト、今日のジョーダンズーム試写の日、ゲリラがあるかどうか今確認に行ってくれました。僕はこれがあるんで気まずくて入るのやめました。自分の分とズムさんの分だけど、なんかね気まずいよね。あーあーお盛んですねっていう、そういう目されるから。小石さん戻ってきた、お帰りなさい。はい、帰ります。どうだったんですか？何もなしです。え、何もなしなんですけど、8号のローが普通に売ってます。この日付で言うと昨日リリースした、はい、昨日リリースしてます。ニュートラルグレーのやつ、はい、オープンの時にゲリラしてあんまり並んでなかったやつ、そうとうとう普通に棚に置いてあった。いや棚には置いてないですけど、あのスニパスとか受け取る、あーケースの中に、ケースの中にあって、でも在庫は豊富にあるっていう。そうですね。ただ試写の日はアパレル含めてもう何アパレルもないんだ。なかったです。いや、じゃあ本当助かったわ、小石さんに買ってもらって。ないんだ。ないっすね。いや、まあでもまた明日やるとかありえますけどね。あ、まあありえますよね。まあ、とりあえずスニーカーズの当日のリリース日はなかったです。そう、ないっていう感じですね、今の時点では。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。気まずいからね、これ2袋持って入るベトナム人っていう。そうですね、英語で話しかけられちゃうから。今日の様子はもう小石さんのインスタのストーリーの方でいち早くリアルタイムでもう流してるんで、小石さんのインスタフォローしておいた方がいいですよ。もうちょっとで200人いきますもんね。あ、そうですね、はい。で、僕もこのゲリラ情報はインスタの方に動画投稿より先に投稿してるんで、僕のインスタもリンク概要欄にあるのでお願いします。アキト君周りの人をフォローしといたら大体すぐわかるからね。あ、そうですね、皆さん早いですからね、うん、いつも動画に出てくる人みんなフォローしとけば、何撮ってるとかゲリラがあったとか変えたとか、はい、そういうのすぐわかるから、みんなフォローしときましょう、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。